2009年の新型インフルエンザウイルスのパンデミックが起きた時に羽田空港で検疫所の支所長として陣頭指揮を取らせていただきました。まず感染が、飛沫感染、それから接触感染で起きているということでありますので、基本的にはやはり手洗い、うがい、マスク、咳エチケットですね、手洗い、うがい、咳エチケットをきちっと対応していただくということ、やっぱり基礎疾患がある方とか高齢者にとってはやっぱり危険なウイルスで、意外と忘れてはならないことは体調をきっちり整えるということ、睡眠をしっかりとっていただいて、そして栄養をしっかりとっていただくと、いったような積み重ねが多くの方を結果として自らの身も守り、多くの方を救うということになろうかと思います。呼吸器症状を起こすという点では、新型コロナウイルスも風邪もインフルエンザウイルスも共通をします。発熱をするというところもここは共通をしますので、これだけをもって分けることはなかなか難しいということになります。新型コロナウイルスの感染が疑われる方も、まずはインフルエンザの感染を除外して、例えば高齢者でありますれば、レジオネラ感染などを除外して、その上で新型コロナウイルスの検査を行うことになると思います。これは残念ながらワクチンもなく、それから直接の治療薬もありません。よって風邪も同様にワクチンがなく直接の治療薬もありませんので、風邪と同じように考えていただくということになろうかと思います。重症の方は入院をしていただきまして、必要に応じて症状を改善させる、そのための治療が行われるということになろうかと思いますけど、新型コロナウイルスと言われておりますけども、コロナウイルス自体が風邪を起こすウイルスの一つで、4種類がずっと感染が起きているものとして存在をしています。でこの中で、動物から人に感染をすることが可能となって悪くなったのが、かつての SARS であり MERS で、今回の7番目の新型コロナウイルスという分類になります。だから実は風邪をひいているっていう方を調べたら、1割程度はコロナウイルスによる風邪です。当然この4種類の既存のコロナウイルスでも多くの方が乗り越えているけども、そういった基礎疾患がある方や高齢者にとっては危険な病原体であることに変わりはありませんので、免疫とかも弱い方、こういった方は注意が必要だと思います。やっぱりウイルスの正体を知らないから怖いというところが根底に全てあるんだと思います。インフルエンザも今は大流行を起こして、で学級閉鎖に至ってるんですね。で学級閉鎖に至ってるから国民が混乱をしているかというと、国民は冷静にその克服へ向けて動いている。でそれと同じ目線でこの新型コロナウイルスを見るという視点は私は必要なのではないかと思っています。インフルエンザ対策とコロナウイルス対策は重なる部分がありますので、そういった意味では冷静にみんなで力を合わせて蔓延の防止に向けて取り組んでいくということが大事なのかなと思っています。